紫外線ビーズに紫外線ライトを直接当てたらどうなるのか、コメントがちょくちょく来るのでお見せします。こんな感じです。まあ、髪自体はあってもなくても同じですね、ほぼね。結構すぐにはっきりと色は変わってると思います。